本日は日本で都市を講演会事務所の会長式、講師とお忙しいところご出席をいただきまして誠にありがとうございます。ただいま萩野屋新館におりまして、事務所の開所式、滞りなく執り行われまして、いよいよ本日から選挙活動がスタートをされるわけでございます。どうも皆さん、この事務所に気軽に、おいでいただきたいと思います。またの先日行われました、総連合会の総会には大勢の皆様のご参加をいまして、盛大に開催できましたことに対しましても心から御礼を申し上げたいと思います。役員一同一丸となって、広瀬市長の再選に向けまして、最善の努力をしてまいりたいと思いますので、どうぞ皆様方の力添え、ご支援ご協力をお願いを申し上げたいと思います。この前もちょっと話したかと思いますが、4年前、合併して間もない時期に、突然前市長の辞職という、混乱が生じまして、次の市長を誰にしようかということで多くの皆様方の意見を拝聴し、最終的には前市長宅に石橋南川寺国分寺の代表が伺いまして相談した結果、私は出ません、ぜひ後継者として広瀬県議にお願いしますということで、その日のおうちに広瀬宅にお伺いいたしまして、その結果を報告し、ぜひ立候補していただきたいという要請をしたわけですが、なかなか返事がいただけず、次の県議選には私たちは応援できないとまで話しまして、数日間時間をくださいということで、苦渋の選択をしていただきまして、今回のこの前の市長選に立候補していただいた経緯がございます。そういう経緯がございましたので、何か噂でまた立候補するというようなことがありましたので、今年12月最後、その時の方々が行ってお伺いして、その経過を話しましたら全くその通りですと、そういう話をしていただきましたので、これは私だけでなく行った方全員が聞いているわけでありますが、巷によりますとそういう話はしていないというような話も聞いてこられるわけでございまして、私は本当に信用できないというふうに感じているわけでございます。広瀬市長の実績につきましては、本日お集まりの皆様方はすでにご承知かと思いますが、就任当時あのように財政が厳しかったわけでございます。公債比率は県内でワースト3という非常に厳しい状況でございましたが、この4年間に40億の繰り上げ償還をいたしまして、現在では健全な財政運営をしております。その中で医療中学3年生までの医療費の無料化等の子育て支援策、あるいは教育福祉の充実、そしてまた現在の情報化の時代に適応した光ケーブルの全市配線という素晴らしい事業も実施されております。私はこれから下野市の新市建設がスタートされるわけでございますので、ぜひ広瀬市長に今後も続けていっていただきまして、下野市に住んでよかったと言われるような街づくりをぜひ実現していただきたいと願っているわけであります。市長が一期ごとに交代してこの清掃を続けているようでは、この下野市の発展がどうしても阻害されてしまいます。今回の市長選、何が何でも広瀬市長に再選をしていただけなければならないと思っております。そういうことでございますので、本日お集まりの皆様方、どうぞ広瀬市長に対しまして最後の最後まで
力強いご支援をいただきまして、何が何でも市長の再選にぜひお力添えをお願いいたしまして、ご挨拶といたします。今日はどうもご苦労様でございました。